ストローク向上、はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いします。今回はそのレッスン中の中でストロークですね、こう注意していく、ね、アドバイスしていくポイントについてお話ししていきたいと思います。まあいろんなストローク動画上げさせていただいてるんですけども、今回はこう全体の流れに対してこういう傾向の人が多いですよ、こういう傾向の人が多いですよっていうのをですね、まあよくこうコーチ同士とかでも話をですねこう耳にしたりするんですけども、まあスイングしていく上で結局テニスって形にこだわろうと思っても動きの中でしっかりスイングしていかないとダメなので、その時にこうポイントごとにどこに注意したら、例えば、ね、いきなりいいペースでボール打ってるのに、なんか気がつくと調子いいなと思った瞬間からガクンってこう下がってきたりとか、ね、こうこの間全然良かったのに今回全然ちょっといまいちな当たりだな、そうなった時にこういくつかポイントを挙げていきますので、その中でもしかすると皆さんのお悩みを解決できるかもしれません。なのでもしよろしければご参考ください。またチャンネル登録、あとこういうボタンですね、はい、よろしくお願いします。では、行きましょう。まあ、ストローク結構いろんなグリップありますよね。そう、まずグリップいろんなグリップあると思うんですけども、基本的にラケットをこうスイングしていく動作は変わりませんので、どのグリップでもこれ参考になると思います。はい、でまずテイクバックですね。これテイクバックでこうラケット引くことを言うんですけども、これちょっと注意していただきたいんですけど、ラケット引くときってどこまで引かれてますか。でどうしても強いボール、特に初中級者中級者とかで強いボールを打っていきたいって気持ちが強くなる方に特に多いんですけれども、ラケットをこうセットするじゃないですか。で基本的にポイントとしてはこれ他の動画でもお話してますけど、打ち出す面ですよね。ここの打ち出す面、この面をそのままこう後ろに引くっていうのが、まあ、一般的なテイクバックだと思ってください。ですからグリップが薄くても必ずこういう形になります。腕はまっすぐにはならないです。まっすぐにはならないです。この形になります。グリップ厚くてもこの形、この形で当たることが重要になってきます。なのでテイクバック引くときってこの面をそのまま指を上にして、この面をこうスーッと引く、そうしていくことでテイクバック完了するんですけども、結構ラケットジュニアの子とか力ない方も多いんですけど、ラケットでこっち側に引く方多いんですね。でちょっとストロークなんかいまいちで調子が悪いなって思った時、ちょっとテイクバック気をつけてみてください。このここまでだったらいいんですけど、自分体の、まあ、真横からこっち側ですね、こっちだったらいいんですけど、こっち側に引いてしまう、体をひねろうと思って回しすぎちゃうってことは、こっちになるとスイングって、はい、前に押したいので、まずは横から後ろ、後ろから前の動作になってしまいますから、こうやってテイクバックを引いた時に綺麗にボールに力が伝わりません。後ろにセットしたのを前にぶつけることで、ここの距離ですね、この距離が稼げていけますので、できるだけラケットをねセットするときは当たったインパクト面からそのままこう引いて、体のこっち側に行かないようにちょっと注意してみてください。これ結構あるんですよ、初めどうしてもこうラケットの引き方がわからないんで。でも背中って大きくこう引くと絶対これより行かないんですね。腕だけで引いちゃうとこっちに行きますから、できるだけここ気をつけてください。はい、で今度はインパクト面、次はインパクトの面なんですね。でボールって例えばスライスでこう打つときもスピンで打とうとするときも、基本若干面の角度変わるんですけども、意識の上では例えばスライスで上にセットしてそのまま前に持ってきますし、スピンって下にセットして前に持ってきます。フラットでも、まあ、ちょっとこう後ろにセットして前に持ってくる。基本的に当たる面ってまっすぐです。はい、で特にこれ注意していただきたいのは当たる瞬間なんですね。これ結構そうですね、中上級者上級者の方でも、まあ、スクールレベルのお話なんですけど、多いんですけど、当たった時にどうしてもボールを落としたくなって、ちょっとですね、だから手のひらの、わかります、手のひらがまっすぐ出てればいいんですけど、ちょっと下向けちゃうんです。気持ち、ほんとちょっと下向くだけでボールって力伝わらなくなるんですね。どういうことかというと、こうボール来るじゃないですか、で、まあ、手のひらがちょっとね下を向いてしまうと、こういう感じでちょっとこうボールが収まらない、肩にこう変な回転かかってネットかかっちゃったりとか、ヘッドが回りきらずに
アウトしちゃうことが多いですね。なので基本的には手のひらはまっすぐ、手のひらをしっかりとまっすぐにすることでラケット面もまっすぐになります。どうなるかというと自然とヘッドが回ってきますのでボールきれいに落とすことができます。ですから、ね、スイング良くなってきていいボール打ったなと思った時にどうしてもここから肩が前に入りやすくなってしまいますから、できるだけここからまっすぐ、そのまままっすぐ持っていくように意識してあげてください。これもかなり重要になってきます。で、次のポイントは全体の流れなんですけど、こう全体にこうやってセットして振っていくじゃないですか。で、基本的に人間の体って、これはもうマッチョな人も非力な人も全部一緒なんですけど、体の構造上内側に入っていきやすくなります。特に薄いグリップの人は要注意なんですけど、薄いグリップってどんなグリップって言われるとちょっと難しくなる、まあ、このくらいのグリップですね、まあ、ここまでいくと大丈夫なんですけど、ちょっとこう包丁握りよりちょっと厚めですよ。こんな感じで握ってる人、どうしても打とうと思うときに内側通っちゃうんですね。体のラケットセットしてまっすぐ当たったと思うんだよ、こっち側に、こっち側に。で、これどうしていけばいいかというと外に振り出してください。要はラケットって一回面が外に向いて、その外の力を引き込んでいって初めてまっすぐ飛んでいきますので、この時はできるだけ当たって内じゃないです、外に回してです。ポイントとしては本当ここを離す、脇を締めるんじゃないです。よく脇締めてって言われて、脇締めちゃうとこうやってスイングの軌道が小さくなっちゃいますから、少し遠くに出して、イメージの上では自分が、こっちに打ちたいと思ったらこっち側にラケット面振る感じです。向こうに振ろうとすると自然と巻き込んで入ってきますので、ここ少し注意してください。で、これね、あとこうそっちに行こうとするとラケットがこうまっすぐなっちゃってスイング遅くなっちゃう方がたまにいますので、それは要注意です。必ずさっきも言いましたけど、この角度、これをキープしたまましっかりとスイング、この形で当ててください。この形のまま、この形を保ったまま外に振ろうとするとしっかりと、はい、ストローク、重いボール、強いボールね、潰すことができます。なのでちょっとここ意識してください。で、最後一つ、最後はフォロースルーなんですね。で、どうしてもこう当たると満足してしまったりとか、当たったことでね、あとそれを強く打っていこうと思って、どうしても体の近くに、ここで終わっちゃうんです。で、腕回したところでボールって伸びがなくなるんですね。体全体使うことで、体がしなって強い、ね、力を当てることで急激にボールって落ちていきますので、ラケットをスイングした後はここじゃなくて必ずこっちまで持ってきます。わかりますか？じゃあ僕がこっちにスイングするとして、こうスイングしたらここまでです。ここに持っていってください。どうしてもここでキャッチをしてしまったりとか、ここで止まってしまう方は当たってからの加速を殺してしまっていることになりますので、スイングフォロースルーをして入らないなと思っても、今ねお話しした3つを意識したままこっちまで持っていく。だからよくあるのがこういう感じで終わっちゃう方多いんですね。あとはもう本当に定番、昔ながらのテニススクールの感じでキャッチしてしまう。そうするとボールって落ちなくなります。ってことはスイングスピード上がらないままこじんまりとしたフォームが完成して、それ以上の上のレベルが望めなくなってしまいますから、できるだけセットをして外にラケットをスイングしたらここまで、もしくはこっちまで、もうそれは身長とかによってね若干変わりますけど、必ずこっちまで回してあげる。で、手の力抜いてここまで持っていくのが大事になりますので、少しフォロースルーのスイングワークも気をつけてみてはいかがでしょうか。まあ、以上4つですね、少し意識していただくと、またこうテニスのプレー、ストロークですね、大幅改善できます。これだから仲間内で練習してたり、日々のレッスンの中でもちょっと意識を変えるだけで、おおよそこの4つのポイントがどのレベルになってもちょっとずつ上がってくるじゃないですか。で、上がってくるにつれてまた自分の求めるものが変わってくるんですけど、この4つのどこかが少しバランスが悪くなってたりとか、ちょっと忘れてしまったりすることで、はい、テニスの技術に悩んでしまうことがあると思います。よろしければ
トライしてみてください。はい、といった形でレッスンイベント様々受け付けておりますので、よろしければテニシングで検索、Dテニスで検索、または概要欄からお待ちしております。では、さようなら。